皆さんこんにちは。障害年金コンサルタントの松岡です。障害年金の支給が決定した時はこのような年金証書が届きます。少し硬い材質の紙でできていて、なんとなく重要そうな書類ですが、何が書いてあるかいまいちわかんないですよね。そこで今回は年金証書の見方について解説をしてみます。まずは全ての項目を一つ一つ見ていきますが、動画の後半ではとりあえず大切な部分だけを知りたいという方向けの確認ポイントを説明していますので、ご希望の方は概要欄のタイムスタンプから飛んでください。それでは行ってみましょう。まずは年金の種類ですね。年金の種類には遺族、老齢、障害の3種類がありますが、今回は障害年金の申請をしていると思いますので障害と入っています。続いてが基礎年金番号。年金事務所に問い合わせをすると、だいたい基礎年金番号を教えてくださいっていうふうに言われます。そんな時はここを見て年金番号を確認してみてください。次が年金コードですね。年金コードとは4桁の数字で構成されていて、受給する年金がわかるようになっています。1350なら障害基礎年金と障害厚生年金、5350なら障害基礎年金のみ、6350なら二十歳前傷病といった具合ですね。そのすぐ下には氏名と生年月日が記載されていますので、間違いがないことを確認してください。そしてその右が受給権を取得した年月です。つまりいつ障害年金の受給権が発生したかがこちらの年月でわかります。訴求請求をした場合に訴求が認められたかどうかわからないといったご相談を受けることがありますが、こちらを見ればそれがわかるわけですね。ここが障害認定日という初審日から1年半後の日付になっていれば訴求が認められたということになります。そうではなくて、障害年金を請求した年月になっていれば自己重症請求という今後の年金が認められたということになります。続いてがこちらの欄です。ここは障害厚生年金で申請した場合に記載される項目ですので、障害基礎年金で請求した場合は空欄となります。まずは支払い開始年月、ここに記載された月分の障害年金から支給が開始されます。そして基本的には先ほどの受給権を取得した年月の翌月となります。続いてが年金の金額です。まずは基本となる金額ですね。厚生年金の加入月数や標準報酬月額をもとに算出された金額が入ります。その横が下級年金額または加算額です。障害厚生年金1、2級の時は年収850万円未満かつ65歳未満の配偶者がいる場合は、加算としてプラスアルファを受け取ることができます。対象の方がおられればこちらの欄に年金額が記載されます。続いてが支給停止額です。もし何らかの理由で障害年金の全部または一部が支給停止になっている場合には、その停止金額がこちらに記載されます。そして支給停止の理由がこちらの欄にコードで記載されることになります。そして年金額ですね。この金額は基本となる年金額に加算額と支給停止額を加減して最終的な障害厚生年金額が記載されます。3から6までについてはこれまでに説明した障害厚生年金の計算の元となった内訳が記載されています。皆様がこれまでに何ヶ月厚生年金に加入したかとか、加算の対象がいるかどうかといったことが書かれています。続いてが下半分ですが、先ほどと同じように支払い開始年月、基本となる年金額、加算額、支給停止額、年金額と並んでいます。その下も同様ですね。意味としてはすでに解説した通りになるんですが、先ほどが障害厚生年金部分の受給額だったのに対して、こちらは障害基礎年金部分の受給額となります。障害基礎年金は2級以上で認められるため、障害年金3級となった場合はこちらは空欄となります。その他の大きな違いとしては基本金額と加算額です。まずは基本の金額ですが、障害基礎年金というのは年金の加入月数に関わらず受給額が等級ごとに一律で決まっています。受給額は物価や賃金の変動によって毎年変わり、認定された年の年間の受給額がこちらに記載されます。続いてが加算額ですが、障害基礎年金2級以上となった方は年収850万円未満かつ18歳年度末までのお子様がいらっしゃる場合にはお子様の加算がつきます。該当されている方はこちらの欄に年金額が記載されます。最後は右下のこちらです。上から順番に見ていきましょう。まずは障害の等級ですね。障害の状態の重さによって1級から3級の等級に分けられており、ここにはご自身が認定された等級が書かれています。ちなみに等級の横に何号という記載があると思いますが、これは障害認定等級表に記載された数字となります。
例えば2級16号の場合は精神疾患の2級で認定されたことを意味しています。障害認定基準にも載っていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。続いてが診断書の種類です。ここには更新の時に提出する診断書のコードが書かれています。診断書のコードというのは1から9まであって、それぞれのコードの意味を字幕で出しておきますので、一時停止をしながら確認してみてください。最後が次回診断書提出年月ですね。障害年金の認定には更新が必要な有期認定と更新が不要な永久認定とがあって、有期認定となった場合はこちらに次回の更新年月が書かれています。永久認定となった場合は日付の代わりにアスタリスクが書かれており、今後の更新は不要です。ここまで一通り説明してきましたが、全部を完全に理解する必要はなくて、ここだけ理解しておけば OK というポイントを説明しておきますね。重要な確認ポイントは次の4つ。1、支払い開始年月。支払い開始年月に記載された月の分から障害年金がもらえるため、数分の障害年金からもらえるのかが不明な方はこちらをチェックしてください。またこの欄が提出した年月より前の月になっている場合は訴求請求が認められたということになります。続いて2つ目が年金額です。ご自身が年間一体いくらもらえるのかがこちらの欄を見るとわかります。障害厚生年金と障害基礎年金の両方がもらえる方はそれぞれの年金額を足すと年間の合計受給額が確認できます。3つ目が障害の等級。ここを見ればご自身が何級で認定されたのかがわかります。もし等級に納得がいかない場合は不服申し立てができます。不服申し立ては手続きが難しいので一度専門家に相談するのがおすすめです。最後4つ目が次回の診断書提出年月。障害年金が認定される大半の方は有期認定という更新が必要な方となり、1年から5年ごとに診断書を提出する必要があります。次回診断書提出年月は次に診断書を提出しなければならない年月、つまり次の更新がいつなのかを意味しています。更新が近づいてくると日本年金機構からお知らせが届きますが、あらかじめここを見て確認しておく方が安心できますよね。また更新が不要な方は永久認定といって、ここがアスタリスクとなっていますので、ご自身が有期認定なのか永久認定なのかも確認ができます。というわけで今回は年金証書の見方を解説してみました。もし疑問があればお気軽にコメント欄からご相談ください。以上、ご清聴ありがとうございました。 YouTube をご覧いただきありがとうございます。障害年金をもっと多くの方に届けたいという思いから、この度公式 LINE をリニューアルしました。そこでは精神疾患の障害年金のシミュレーションや障害年金の疑問や不安などを解消してもらえる内容になっています。また公式 LINE からは障害年金の基礎を分かりやすく解説した小冊子の無料申し込みもできるようになっています。登録は概要欄にリンクを貼っています。障害年金のハテナや不安はいつでもご相談ください。